こんにちは、木村よしこの経済都市伝説、経済都市伝説テラーの木村よしこです。さて、今回はですね、皆様が日々、耳にされているニュース、何故こんなに揉め事が世界で多く起こってるのか、わざと揉めようとさせている人たちがいるということでお届けしたいと思います。何故ですねこんなに揉めてるのという不思議ニュース、その1はですね、香港デモですよね。なぜ香港であんなにデモがですね21週連続で起こってるのかということですよね。まあ、ニュースでね、分かったような気になってるんですけれども、そもそもはですね、香港の学生が台湾に行って付き合ってた女性らしき人を殺害してしまって逃げ帰ってきたと。で、台湾は容疑者を引き渡せ、いや香港は引き渡さないと言っている最中にですね、中国が、犯人を他国にね、ましてや台湾っていうのは中国は認めてないわけですから、引き渡したりすることは認められないということでですね、それで、行政府とデモ隊、そして法律改正に反対する香港人などなどがですね、入り乱れての騒動となってるわけなんですね。そして中国とアメリカとの関係で言いますと、中国はその背後にですねアメリカがいると言っていたり、アメリカはアメリカですね、香港人権民主主義法案をですね下院で可決してしまったわけですよね。で、これ上院に行きまして可決成立いたしますと、トランプさんが署名して施行されるということで、トランプさんはそのカードを持ったまま米中貿易戦争で交渉に当たっているという次第なんですね。さてですね、何故香港がそのように大騒動になっているのかということなんですけれども、そもそもですね、皆様の隣の家があったとし想像してみてください。隣の家がですね、とても魅力的なお家でね、ここをもともとは自分の家だったとしましょう。で、この自分の家をですね、いろんな経緯からですね、イギリスというね、国が取ってしまったと。だけど、1997年にですね、ずっとその家を世界のルールに従うような格好で運営するならば、50年間運営するならば、お返ししますよという条件でですね、1997年に返してもらったとしましょう。でもですね、50年というとものすごい長い期間ですよね。植木鉢の一つ二つ置きたくなるでしょうし、また隣の家でですね、何か起こったら見に行ったりもするでしょうし、人間社会でもですね、50年間今まで通りのルールでやってくれるんだったらお返ししますよと言われたところでですね、その制度を守れないのが人の世の常ですよね。で、そうした種まきをしたのはそもそもはイギリスですよね。まずその香港の歴史を振り返ってみますとですね、私もこれ興味を持って、何故こんなに揉めてるのかということで調べてみたんですけども、この一国二制度というのはですね、どのようにして発生しているのかということなんですけども、1839年から1842年に歴史で習いましたアヘン戦争の後、大英帝国が植民地として設立しまして、1865年にですね、香港上海銀行を設立したんですよね。そして1872年に香港上海銀行が初めて通貨を発行いたしまして、その当時の日本は何をしていたのかなっていうことなんですけど、明治15年、これ1882年、明治15年6月に日本銀行の条例が発布されて10月10日開業したというような、世界の歴史の中での大英帝国の香港樹立なんですよね。で、アヘン漬けにして香港を取ってイギリスのものにして、そして日本にも明治維新を起こさせて、そして日銀を開業させたということを考えますと、ここは欧米社会のハブとして香港を利用しようとしてたんだな、日本も欧米社会のハブとして
使おうとしてたんだなということが想像できるのではないでしょうか。で、第二次世界大戦中はですね、日本がイギリスを駆逐して日本が占領してたという歴史の話になってるんですけども、逆説的に言えばですね、日本がアヘン漬けになっていた中国からもぎ取られた香港を助けたと言えなくもないわけですね。そのような説を唱えている方もいらっしゃいます。そしてですね、1945年、日本が戦争に負けた後ですね、イギリスが1997年まで統治をして、そしてですね、今現在アメリカが香港に対して人権無視をしてるじゃないか、中国香港から手を引けみたいなことを言い出してるわけですね。でそのイギリスはですね、今ブレグジット問題で滑った転んだをやってる最中、すなわちこれ揉め事をわざと作り出すスキームとしてですね、1997年から香港には種まきがなされていたと見るべきではないかなというのが、この経済都市伝説的な私の視点なんですね。で、その1997年以降中国に何が起こったかということを思い出していただきますと、中国は経済的に大発展をいたしました。そしてですね、1997年に一国二制度を維持しなさいよと言ったにもかかわらず、中国がちょっかいを出してくるのを見越したかのように、現在2019年香港をそのネタにしてですね、欧米社会と中国との対立構造の中で香港人権民主主義法をアメリカは今手にして中国に対峙しているという関係なんですね。すなわちですね、香港を揉め事の種にするということのアイデアはすでに1997年から実行に移されていたと見るべきではないかなというふうに思います。でイギリスがブレグジット離脱する離脱しないという騒動を起こしていることは、結局はユーロ安につながったわけですよね。一時ユーロは非常に円に対しては高くなりましたけれども、中国はユーロ圏に大変な投資をしておりました。今ユーロ安で困っているのは中国、そしてユーロ安で潤っているのはイギリス、イギリスの輸出が伸びて、そして日本が円高不況で困っていた時のような状況から脱出してですね、ドイツのさまざまな精密機械メーカーが中国の買収によってですね、技術を盗まれることを防止する役割を今株高が演じております。ということは、この香港はイギリスからしますとですね、7時間時差が進んでいるので、アジア圏で何かお金の大きな動きがあった時に、まずその香港でですね、世界の金融センターとして育てた香港でいろいろ手当てして、そしてイギリスの経済に悪影響が及ばないように、むしろプラスになるように働く役割を担わせていたのだけれども、中国が香港を飲み込む前にですね、この香港を潰してですね、シンガポール並びに日本にですね、香港と同じような役割を分散させて、また中国から共産党がいなくなったら香港経済をうまく利用していこうという大きなグランドピクチャーがあるのではないでしょうか。まあ、そういった観点から見るとですね、中東の問題も読みやすくなるのではないかと思って、後編では、中東の問題に触れて、この問題をさらに何故このように揉めさせられているのかという考察を深めてまいりたいと思います。木村よし子の経済都市伝説、視点を変えれば新たな視点が広がります。ぜひ後半もご覧ください。